サブナティカ、今回もやっていこうと思います。前回のパートの続きですね。前回結構1ヶ月くらい空いちゃったんで忘れた方も多いかもしれませんが、このポキマンタに乗って氷河盆地っていう土地に行ったんですよ。でそこでいろいろ発見して、まずですね、パープルタブレット、パープルタブレットを作んなきゃいけないということですね。まずそして今回このスノーフォックスちゃんホバーバイクを作りたいと思います。でこれね、なんかね、ここで作ろうとしてもなくて、あと乗り物建築ベイで作ろうとしてもなくて、まあなんでかなーって思ってたんですけど、まあどうやらですね、これね、ビルダーで作るらしくて、ここにある、あ、これだね、スノーフォックス用ホバーパッド、まあこれをね、その陸地に置くことによってそこでスノーフォックスを生み出せるっていうね、素晴らしいよねということで、まあ、今回はまあ、そちらを作って前回行ったところへ行きたいと思います。で、とりあえずあ、ダイヤモンドないかな。パープルタブレット作るのにダイヤモンド欲しいんだけど、あ、ないな。これダイヤモンド取りに行かなきゃいけないパターンだな、多分そのパターンですね、確実に。うわー、マジかー。ちょっと待てよ、いらないものとりあえず入れて、整理しといて、こんなもんでいいかな。ヒートフルーツ、これ前回に必要だったやつ。あ、で今回そうだ、スパイペンリンも作ろうと思ってこれこれなんかロボットらしくて、うん、あとリモコンも一緒に作っちゃいます。配線キットとシリコンゴムか。あれ、配線キットってもう作れんじゃないかな。シリコンゴムはクリープパインでしょ。あ、銀鉱石2個で作れる、あるんですよね、ちょうど。作っちゃおう、作っちゃおう。よし、今回のパートはね、だからそれらを作ってもう一度前回行ったところに向かいたいと思います。とりあえずクリープパインはそこら辺にあるよね。もうなんかさ、俺いろんなゲームやりすぎてさ、ごっちゃごっちゃになってんだよね、頭の中が。本当にごっちゃごちゃになってる。クリープパインゲット。ちょ、ここら辺いるからな、シーモンキーが、気をつけろ。で、ちょっとダイヤモンド取りに行こうか。ダイヤモンド。あー、どうもどうも。ちょっと乗りたいんだけどな、シートラックに。よし。ダイヤモンド何個だっけ？パープルタブレットに必要なのは。何個だ？ 2 個。なるほど。いや、帰っちゃった。いや、短い旅行だったな。パントマイムやめろって、だから。ちょっと待ってよ。ダイヤモンド、なんで6個いなかったんだろうな。あ、待てよ。もしかしたらあっちにあるかもな。あっちに、4キューブは入ってるんだよね。出て。いや、でもちょっと、シートラック楽しみだな。あー、あるね。テレポーテーションデバイス。シートラックのテレポーテーションモジュールにテレポートできる。そんなんできんだ。下にもらっとこう。でもないね、ダイヤモンドは、やっぱり。なんかさ、前回くらいにダイヤモンドいっぱいあるわみたいに言ってなかったっけ。あんま使い道ないんだよねみたいな。すぐあるじゃん、使い道。さあ、でも結構250、うわ、250か。ここでこっから素潜りだな。あ、あれ待って、違うか、あれダイヤモンド見た。あ、待って、やべえやついるなんだあいつ、サメの進化系みたいなやついんな。なんて、296か。ここら辺に止めとこう、一旦。息を吸いに来れるってだけでもだいぶいい。ありそうだけどな。あ、なんだこれ、これなんだろう。ちょっとスキャンしとくか。もう持ってるやつかな。シートラックファブリケーターモジュール、あ、これ持ってないね。ここら辺にはありそうだな。なんかでもオーラあるんだよね、ここら辺。結構息吸うやつ結構あるから全然潜れるけど。うわ、ダイヤないかな、もしかして。見た感じ鉱石がないんだよな。ダイヤモンド、なんだ、目つけられたか。大丈夫か、あいつ厄介そうだからちょっと気をつけてこう。いやー、ダイヤないなー、見た感じ。あ、なになに、なにこれ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 、なんか捕まれた。はっ、なに今の、はっ、なに捕まれたの今。なんか赤いやつに捕まれたんだけど。あ、なんだ怖い。ちょっと待って、やばいんか、やっぱり。よくないんか、行くべきじゃないんか、帰るべきなんか、すぐに。いや、でも俺はダイヤモンドを見つけるまで、ちょっといるな、ちょっとどっかにいるな、まだ。
あったあった2個ある2個ある。よっしゃ完璧。ちょっと待って体力が食らってない。いやーなんだなんだこれ。うわー何これ。あお前か。えお前誰。いやお前じゃんやっぱり。待て待てやばい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 。いった逃げ。どこだっけどこだっけ。おーいポケマンター、助けてくれ。うわマジびっくりしたんだけど、え、あいつに捕まえてたんかさっきからずっと。ポケマンター逃げよう逃げよう早く逃げよう。もうダイヤモンド2個取った。よしよし上がろう上がろう。こんなとこもう二度と来たくないね。てかあるじゃんここにダイヤモンド。とりあえず家帰って準備整えてちょっともう行っちゃおう前回の場所へ。早く乗りたくて仕方がない。一旦ただいま。よっしゃ OK。 安心感すげえわ。だからそれ何、あぶね、また押しかけた。なんか真っ黒じゃない。ちょっとえ何これバグなんかな。急に日焼けすんじゃん。よしよしとりあえず待てよ。まずパープルタブレット作っちゃおうか。あ待てよ、待てシリコンゴム作ってで、待てよ。パープルタブレット来た。パープルタブレットこれが欲しかったんだ。そしてあと必要なものが来た。スパイペンリン。おおもうかけてきてる。おなんか、かわいい。しゃべんのマジでスパイペンリンしゃべんの。いやかわいいな。なんて言った今。はーいこんにちはみたいな日本語しゃべってんの。ちょっと待って、リモコンのためには導線が必要なのか。 OK。 これリモコンないと多分使えないんだよねスパイペンリン。ちょっと使ってみるか。すごいリモコンでっか。それでまずこれが通常のペンリンね。でかわいい。めっちゃかわいいじゃん。どうやって起動すんのこれ。えどうやって起動すんだ。いや分からん起動の仕方が。おいおいドラえもん。ダメだこれ外じゃないと無理なのかな。かわいいね。これがロボットみたいな感じで動いてくれるってなると相当楽しいぞこれは。いいねいいねいいね。よしじゃあこのパワーセルは一旦いらないから入れといて、じゃあちょっと支度整えますか。ブーメラン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 。でも正直ね、あんまり魚って、なんか遠出するときはね、いらないんだよね。腐っちゃうからね、すぐに。塩漬けにしとけばいいんだろうけど。塩あったっけなぁ。よし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 。君も、もらってくぜ。OK。なんだ？びっくりした。どうした？なんか自分から出てきたの、今。よし、作りまーす。とりあえず。水。水作って、でももうこんだけあればなんかいけそうだけどね。どうだろうかな。よしで塩漬けにしたいんだけど、塩、あ2個あるね。塩漬けにしとこうか。これか塩漬け。まあこれでちょっとは長持ちするかな。どうなんだろう、初めて作ったな塩漬け。よしじゃあ早速行くぞ行くぞペンリン行くぞ頑張るぞ。俺たちの旅が始まるぞ。あ、こっちロボットの方だったわ。君だ行くぞペンリン。さあ行こう。シートラックに入る。よーし、準備万端。オッケー、じゃあ行きますか。だいぶ遠出になるぞ。いやーでも楽しみだね。シースルーだっけ違うな。シーフードだっけ違う違うな。なんだっけ、シーなんちゃら、うん違う、スノーフォックスだもう全然違った。もう一回シーって言っちゃうな。スノーフォックスが楽しみだわ本当に。うわー電球切れてんの思い出した。今あのクラゲ見て電球切れてんの思い出した。そういえば買いに行かなきゃ。すげえいいことあるもんだな、ゲームやってると。うわ夜かー。てかちょっとこれ嫌だな夜は。とりあえずここ出たら、あ夜じゃないか、あ全然夜じゃなかった。こ
ここ出たらとりあえずちょっと一回修理しましょうか。さあポキマンタには本当に壊れてほしくないからね。これマジで苦労したからな。さあ来たぞ、ついに作るぞ。よし、まずビルダーにセットして、ビルダーにセットして、よっしゃ、さあ作るよ。どこに作ろうかな。まあ、ここでいいか。普通に別にこだわんないよね、そんなに。これです。あれ、え、待って、全然作れないんだけど。あ、今一瞬緑になった。あ、来た、いけ、作れ。おお、いや、かっけー。え、なに、ここに作れんの。作るよ、いきます。おお、かっけー。いや、ペンリー邪魔、ペンリー邪魔だって。いや、お前も邪魔だよ、やめろ。すげえ、かっけえ。なにこの装置、なんでさ、チタニウム2個でこんなん作れんの、この装置。おかしいでしょこれ。あー、すげえ、ちゃんとここで変えれる。あ、色変えれる。じゃあピンクにしよう、ピンクに。名前、ちょ、名前はちょっとフォルムを見てから決めた。もう決まった、決まった、完全に決まった。今のでビビッときたね、名前が。オッケー、エビン三世でいこう。なんかエビみたいだからさ、見た目が。エビン三世でいくわ。名前の色白にしよう。てかやべえな、ちょっとなんか若干死にかけてきてんな俺が。うーん、赤色にするか。でストライプは白にしよう。どうだ、エビン三世。おお、すごい色してんな。全然かっこよくないもんね。乗ってみよう。うわー、すげえ、おお。すごい、すごい。左シフトにブースト、ブーストしてみるか。おお、うわー、すげえ、めっちゃいいじゃんこれ。あ、やばい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 、逃げろ逃げろ、一旦逃げろ。やば、あ、待って、やばい、あ、やばい、これ来れるかも。あ、やばいやばい、ちょっと待って、水の中無理なんだこれ。ちょっと待って、エビン三世壊れんなよ。やばい、これやばいわ、これマジで。ちょっとちょっと、やばい、これ、これやばくね、めっちゃ遅いんだけど。これ陸上専用だ、やばいやばい。ゆっくりなっちゃった。壊れんなよエビン三世、ごめんな。あー、よかった、よかった、壊れなかった。よし、じゃあちょっととりあえず行くか。先にあのスパイペンリーのとこ行ってみるか一回。いやー、ちょっといいねこれ。あれだね、ホバーボードみたいだね、まさにバックトゥーザフューチャー2。懐かしいな、好きだったな、ドク、ドクのこと好きだったな。2が僕一番好きなんですよね、バックトゥーザフューチャー。さあとりあえず、待てよ、こっちの右側だったっけな、スパイペンリーの場所。かがまないといけない場所があったんだよね、ここら辺かな。あ、ここだ、よし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 。お、大丈夫か、画面がすげえ固まったけど。さあスパイペンリンちゃん、行っておいで、え、行っておいで。どうやって行くの、どうやって使うのこれ。お、お、お、来た来た。で、ちょっと待って、あのクソデカリモコンで、クソデカリモコンで、どうやるの。あ、来た、すげえ。なに、ユニットペンスケって、どうしたんだペンスケって。あー、自分が見れる。そっか、こんな感じか俺。すげえ、なにこれ、UFO キャッチャーみたいになってんだけど。すげえ、これで掴めんだアイテム。じゃあちょっと行ってみるか。すげえ。待って、自爆することもできんだけど、このスパイペンリー絶対やめろよ、 Q ボタン押すのだけは。見て、何があんだここには。なんかズームとかできんのか。あ、いや、ズームはできない。あ、ダイヤモンド、おお、 UFO キャッチャーできた。ダイヤモンドが取れる UFO キャッチャー相当すげえな。すげえすげえ。めっちゃ回収できんだけど。大丈夫かこれ、壊れねえか本当に。すごい、大丈夫か、大丈夫か本当に。おお、すげえ、雑だな、すげえこれ。広がるねこれは、相当相当広がるね。あ、もう帰ってきちゃった。こんだけ、ここ、こんだけ、なんかここ、別にスパイペンリー使うほどでもなかったぞ。で、やめると。かわいい声、おー、ステンバイ、ミニオンみたいでかわいい。あ、で、ここに溜まると。あ、4つまでしか相手持てないんだ、スパイペンリーは。そうか、ス
パイペンリンを拾うペンスケ。だからなんなんその名前、ふざけてるよね完全に。ペンスケって誰がつけた？俺つけてねえんだけど。俺エビニ三世しかつけてないんだけど。俺全く俺名前とかふざけないからね。ちなみに、びっくりしたわ今。お前待て待て待て、今氷に突き刺さったぞ。いやびっくりしたマジで。いや本当に正義不能だったかと思った。危ねえ、やめてーそういうの本当に。あーどうもどうも、もう怖くないよ君のこと。あれじゃあ、え降ろされた。え待って、44になったんだけど、めっちゃ怖い。だってあいつめっちゃ怖い。マジか、あいつ嘘でしょ。一番の強敵現れたかもしんない。一撃で44、これ大丈夫かこれ。これさ、あの地面から出てくるやべえやつにやられたら一撃でマジ壊れんじゃないかな。大丈夫かな、すげえ心配なんだけど。そこのところ、もうこいつがいなくなったらどうして生きていけばいいんだ本当に。エビン三世、まあいや、とりあえず行きましょうか。スースーだな本当に。これがあればめっちゃ簡単に壊れたぞここまで。こっちだっけ、あれ、あれこんなとこ来たっけ前回。あ寒い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 、あれ、あ来てない。ここなんだ、ここどこ、これえここどこ、えここはどこ。待って待って待って、何これ、何ここ、え来てなくない、あれ前回の橋じゃないもしかして。橋何個もあんのか、まさか。うわこっちか、えいいんかこれ行って。いやなんか怖いな、なんかこ、リヴァイアさん級生命体を発見し、待ち伏せ注意。は何言ってんの、リヴァイアさんいんの、どういうこと、あの前回のやつのこと、もしかしてあの地面から出てくるやつ。なんだここ、うわなんか洞窟があるよ。おいおいおい、嘘だ、なんかいる。凍ったリヴァイアさん、目視できる、見逃す方が難しい。やっばこれでっか、これ動き出したりしないよな一通り見てるときに。嘘でしょ、やばすぎないこれ、でかすぎない。あコード配線キット、コールドスーツ、これは寒くなくなるやつか。うわそれいいじゃん、それ早く作りたいじゃん。スノーストーカーの毛、ファイバーメッシュ、アルテラの PTA、 ガラス、エレベーター、エレベーター来てんのか、やばすぎないこれマジ。前回来なかったねここ。あまさかの、やばいってマジで。あ、塩酸、荷物がいっぱいだ、ちょっとレッスンするか。塩酸拾って、これはちょっと待って、あこれじゃない、ちょっと待ってよ、ミスってた、スキャナーだ、あまりのヤバさに。あやっぱできる、うわーネイルできる、ネイルできる、この爪に。あ5分の1になってるね、5個見んのか、やばすぎマジで、こんなでけえんだ。あれなんかさ前回の時よりでかくなってない。あ無理なんだプローンスーツ乗れないんか。そうだよな、まあそれは簡単には。プローンスーツマーク3、4分の1か、あとよ、あと3つあると。なんで凍ってんの、いやこのレベルいるんだ今回も。やばすぎマジで。おいこれ動き出したりしないよな急に氷溶けて、大丈夫だよな。
上上がるぞ信じて。あ、動線なんか作らせようと。すげえエレベーターこれ。いやこれやばいって、これはやばい。合成繊維なんだそれ、そんなん持ってないぞ俺。フラダフィッシュ食べるか。お、新しくゲットしたもんだ。うわ、こわ。いや、この大きさ前回いなかったね。牙、この口の大きさ、なんかやべえもん見つけちゃったんだけど。明らかに、あと2個、角。もう動き出したりしないような、マジで大丈夫だよな。なにこれ、なにこれ。お、なんだこれ、感染、感染してんのか。あ、できたできた、スキャン。やばすぎ、巨大なリヴァイアさん、氷の下で何百年もの間凍っていた。マジかよ。抽出開始する。なになになに、怖い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 、やめろやめろやめろ、何やってんの。おい、優しくしろよ、動き出すなよ。え、まあ大丈夫か、死んでんのかな普通に。生きてそう。こうは。でも目も完全に凍ってるから死んでんのかなこれ。あ、なんかこれでサンプル、インベントリがいっぱいだ。これヒートフルーツ食べるか。やった、サンプルゲットしたぞ。オッケーオッケー、間違ってもこけない。すげえ。あ、輸送ロケットまでたどり着けば受け取れると。何でしたの。 I'm a xenologist, not Altera's plague doctor. I don't like it either, but it's still an alien life form, isn't it? やばすぎ。 I'll let you know when I'm at the rocket. Thank you. ロケットに乗せるんだサンプルを。なるほどね。これは迫力やばいな。泳いでるとこ見てーけど怖えー。こんな一撃で死ぬじゃん絶対に。すげえ。やべえこれ。なんか帰るときに動けなそうなんだよな。なんかちょっとそんな気はしてる。大丈夫なんかな俺このまま行って。ちょっと待てよー。まあ体力は90だ、大丈夫。そして僕にはエビン3世もいる。うわー怖いな。やめろ音、その音急に。大丈夫か、大丈夫なんか本当に。全て取ったんかな。あ、なんだ引っかかってる。まあ、とりあえずこのサンプルだけは落とすなと。カラー細菌のサンプル、なるほどね。いや絶対動くと思うんだけど大丈夫かな。怖え、距離飛んの怖え。待てよ、ライトがないと全然見えない。フラッシュライト使おう。よし、やばすぎでしょ。なんか赤く光っててかっけえ、背景が。かっけえけど、かっけえけど怖えよ。なんでこんな世界赤くなるんだろうね。あ、でもなんか別に本当に来なかったパターンだったね。本当に凍ってるパターンだな、きっと。すげえ。でもやばいとこ来ちゃったな。ああいう橋じゃ何個もあんのかな。違う橋渡ったんだ前回とは。マジか。どうするこれ、橋が何十個もあるって言われたら。さすがにきついぞ。もう前回のたどり着けない気がするけど。ああ、やばい声がするね、やばい声がするわ。待てよー、どこの橋なんだろう。もう一箇所あんのかな。大丈夫、怖いなこの広場。この広場抜けた先はバーンとか言ってあいつが出てこたりしないよね。大丈夫だよね。大丈夫そうだな。待てよ待てよ待てよ、ちょっととりあえずあの橋まで戻ろうか。橋はこっちか。よしよしよし、見てて。さっきから落下ダメでだいぶ食らってんな。浮いてんちゃうんか、しっかりしてくれ。どっかに橋ある。橋は見た感じウィリーしてんな。ないか。いや、アップない。戻れ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 、ちょっと戻れよ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 。危ねえマジで。マジで怖えんだけど。
あぶねえ、落ちたら大変だったぞ今。多分右だな。うん、地形的に右だわ。左の奥が元の場所だから、あそこ、こっちの方だな。あ、あった、よし。いや頼む、2本だけであってくれ橋は。いやでも最初の入り口多分覚えてんだよな俺。ここっぽくない？あ、ここっぽくない？待てよ、まだわからん。あ、ここですここです。あいつの声が聞こえて、あのクレーンがある。待って、ベビー三世。あ、よかった無事だった。なんだこれ、やられた今。え、なんか勝手に降りさせられた。マジか、あいつ下から攻撃してくんの。あ、これやばいわ、これやばい、これやばい、ちょっと待てよ、これやばい、これ相当やばいわ。あ、違う、こっちじゃない、ちょっとよ、これやばいな、下から突かれるパターンか。うわ、嘘でしょ、スピード上げてないとやばいんかな、もしかして。ちょ、全力で使おう、このスピードアップを。マジでいってる、これ壊されるな。待てよ、位置的には分かってるから大丈夫なはず。こっちの奥じゃなかったっけ確か。あーあった、こっちだ、よし、行くぞ行くぞ行くぞ。もう連打してます、ブースト、ブースト連打、ブースト連打で勝てる。でもこれだいぶあれか、エネルギー使ってるな、ブースト連打は。どっち取るかだな。やべえってマジで、嘘でしょ。あーやばいやばいダメージくらダメージくら。ビン参戦。あ、違う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 、そんな開いてる場合じゃない、乗れ乗れ乗れ。やべえ、これ充電切ると危ない。ちょっと待ってよ、おいおい、そう、あー、いっていっていって、ちょっといって、やっぱりやっぱりやっぱりやばい、これ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 やばい、逃げろ逃げろ、避難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 、とりあえずあそこ行こう、そこ入り込む入り込む。あ、やばすぎやばすぎやばすぎ、いや揺れすぎ揺れすぎ、大丈夫、なんか相当揺れたけど今。よく主人公は乗ってられるな、あのエビン三世、暴れ馬なエビン三世に。すごかったぞ今。よし、着いた着いた着いた。ここまではさすがに追ってこないっしょ。いやでもやばいね、これやばいねマジで。よし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 、一旦一旦これ OK、 タブレット挿入きた。さあ入ってみるか。エビン三世もここに置いといて大丈夫か。一旦一旦ヒートフルーツ食べて、若干ダメージ食らっちゃったね。あー腐ってんのかこれ。うわー、なんだ、待てよ、ここはまたスキャンしがいがありそうだな。スキャンしてやるぞ、この世のすべてを。なんだ、クリスタルか、俺まだクリスタルスキャンしてなかったんだ。なんだここ、なんかカチャカチャいってる。4キューブ、まあ4キューブいらないよね実際、あるもんね。なんだこれ、おー、研究記録、え、行き止まりじゃん。なんかでも行き止まりってより奥があったけど、うん、いや奥ないのかな、構造上。いや奥ありそうだね、奥あったけど埋まっちゃったのかな。あ、アーキテクトの部品、手みたいに見えるけど。おお、ベノムのものか。アーキテクトの骨格。何それ。But where's the fun? You mean playing? Pretend activities? Sure. We cease this once we have completed conditioning. What do you do when you're not working? We do not make this distinction. What about music, art, expression? We are beyond such sensory pleasures.Then what's the point? Every life form I ever met survives for a reason. By developing and sharing information on the network, we can explore the world. Not to see through another's eyes, but to understand through their ideas. You think about thoughts. It is more like a lucid conceptual hallucination. You're saying you like to daydream. That may be the closest comparison.なるほど、まあとりあえず何もアイテム的なものはなさそうだね。いって、これとかも関係なさそう。なんかでもめちゃめちゃ鉄の体を手にしてたのか。
この俺の中のベノムは。とりあえずじゃあ帰るか一旦。このサンプルだけは絶対に死守するからな。よっしゃ、戦いが始まるな、またあいつとの。なるほど。でもまあ一歩近づいた感はあんね。さあ無事に帰れるのか。 61% か。まあまあ少ねえな電力。まあ最後フルスロットルで行こう。さあ行くぞー、帰るぞ帰るぞー、行くぞー。ヘビー3世、うわっ、いてー、やべえダメージやべえ。嘘でしょ今の、マジか。ちょっと待って、一旦逃げよう。まだ大丈夫。うわ 50! 一気に 50! やばい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 、あっぶねー。いやまだでも耐えるはず、耐えるはず、耐えるはず、耐えるはず。やばすぎ、それはそれやばすぎ。めっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてる、めっちゃ最悪なんだけど。やばい、エビン3世生きてるか、生きてる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 。あ、やばすぎそれは。うわ、それやばすぎ。うわ痛い。あちょっと待って、何お前か。うわお前まで来んの、やばい、これやばくね。死ぬな死ぬな、やばすぎマジで。ちょ、エビン3世、エビン3世何パーだ、何パーか分かんないけど、乗れ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 、違う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 、見てる場合じゃない見てる場合じゃない見てる場合じゃない、2回も開けてる場合じゃない、いけ、逃げろ逃げろ逃げろ。待て待て待て、やばい、これ死ぬな。落ち着け落ち着け、こっちじゃない、やばい、やる、俺はフェイント、やばいやばい、あー嘘でしょ。これ何失った、喋りかけないで、ベノム。To us, there's no difference between the body and the person inhabiting. ある。How do you see it? Identity is more a matter of pattern than substance. I am an idea. いや待って、あるけど違うじゃん、あるじゃないじゃん。Then why not just stay safe inside your computers? ポキマンタも向こうだ。The same reason you did not stay safe on your home. うわ。エビン三世っていうあんなふざけた名前にしなければよかった。もうやめろ。すげえ喋ってるけど。うわ、どうやって取りに行こう、あれ。You need your independence, and you're asking if I'm willing to help you. No, I am telling you what to do. Sam could tell you how rarely that works. Fortunately for you, our needs overlap. Can you tell me anything more? Which formats do you accept? Words mostly.I have added the information to your data bank. 情報データバンク追加した。まあだからなんかとりあえず一旦まあ持ち帰ったサンプルはサンプルは持ち帰ったけど、すげえ大切なものを失ったよ。今いるのは本当にペンリンだけ、俺には。うわ、あれどうやって取りに行こう。 300m のあそこ行けるかな、潜水で素潜りでいけるかな。ちょっとこれはまた次回だね。ちょっと次回またどうにかしてあいつらの救出作戦行きたいと思います。まだ生きてるからね、あいつらの、あいつらは。もう一個さ、ポキマンタ作んのは結構厳しいんだよな。まあ作れないことはないんだけどさ、正直鉛もあるし、まあ、作れないことはないね。まあちょっと次回考えます。ということで今回のパートは、まあ凍ったリヴァイアさんを発見してこのサンプルをゲットしたということで、これくらいにしておきましょう。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタン押してね。また次回のサブナティカでお会いしましょう。ではポッキーでした。よし、テレビでも見よう。あ、これテレビのリモコンじゃなかったわ。